コミュニティデザイナーの山崎亮です、えー、まあウッドデザイン賞を何年も審査させていただいていてで今回は特に感じたのがやっぱこの賞はと消費者側というかですね、えっと、木を使った商品やサービスをやっぱりこうレパートリーをこう増やしていくっていうことが大切な賞だったんだってことをすごく感じましたね。 その意味では、すごくそこに優れた提案もあの実践もいくつかあってああこういうことをやってくれれば人々はそれも木でできるんだとかああそういうふうに気遣いになったいなとか思ってくれるここの出口というのかなそこをこう増やしていくっていう、まあ、それに対していいねっていうふうに言っていく章だと。で一方であのそこに至るまでというのもありますね。林林というかです、ね、植林して、 間伐したりとか手入れしていってでこれがいわゆる木材までになっていくんだとでじゃあその先どうなっているというと今まで通り建材になっていますとかですね、えー、あるいはその今まで通りの商品になっていますというようなものでこれがぐるっとつながっていることはとても大切なんだけれども、えーっとまあ、少し厳しい言い方をするとそれを何周も回していたのにもかかわらず、えー、っと出口は狭まっていっていたと。 木,使う人たちは木材を使う人たちの数がどんどん減っていってたあるいは外国の材料を使う人たちが増えていたということなので今そのいいサイクルというか回っているということ自体だけではなかなか評価ができないなという気持ちも出てきましたね。だからとてててもいいい仕事ははしてくれるるるんですね、えー、森をあるいは木をあ木巡るような 循環をうまくこれはこれでとても尊敬すべきやり方なんですがことウドテナインに関して言えばあのそれを回すことともっと重要なのはそ,のそれを使った商品やサービスが。 どれぐらいいいものが増えてきたのかというその種類がどれぐらい増えてきたのかここについてやっぱり我々はよく見てるんだなってことが今回改めてよくわかりましたね。その意味ではこの賞に応募してくれる方々というのがよりこんな使い方もできるんだとかねあのこういう商品がありえるんだっていうその意欲的なプロジェクトだったり商品サービスをどんどんここにこう提案していただけるとありがたいなというふうに思いましたね。